おはようございます。西粟倉村の山根です。2019年11月4日朝9時13分のドル円相場解説をしていきたいと思います。今ですね、これが週を明けたのでウィークリーですね。このラインに当たってこう下がっている状況ですし、今ね、ここに MA が200日と75日が上にある状態です。デイリーを見てみますと、デイリーもですね、このね、こうちょっとこのラインを、トレンドラインを引いたんですけど、今ね、このトレンドラインまで当たって今後ね、これを上昇するしていくのかっていうこともあるんですけど、僕はまだ大きな流れがね、売りっていうこともあって売り目線を見ています。ちょっと4時間ですね、4時間も今こうですね、このトレンドラインにとこのゾーンに反発してこう押しをつけて、こうまたね、こう下に下がっていくのか、もしくは上に上がるというパターンもあるんですが、ここでもね、こうそうですね、まだ大きな流れは売りなので、僕はこうずっとね、売り目線で見ていこうかと思います。もしね、このトレンドラインをこう割ってき、下にこう割ってきたら、このね、各こういろいろこう、こうゾーンを引いてるんですけど、ゾーンごとにこう売るポイントをね、見つけていきたいと思います。それとですね、このちょっとね、最近ですね、この黒い MA、10MA っていうのをね、ちょっと追加してみました。こう一番より近いこう動きを見たいので、ちょっと加えてみました。どういうふうに反応するかね、ちょっと試していきたいと思います。はい、ということで、売り目線で、見ていこうかなと思っています。ということでね、また放送したいと思います。では失礼します。